これ全部ダイソーさんなんですが、これ100円でした。これ200円で、一番端の大きなものこれが300円です。ブルーベリーは最終的には大きくなるので、ブルーベリー栽培の場合ブルーベリーの土というのを使うのが一番楽です。ホームセンターで売ってます。ただ100円ショップではそれが売っていないので、100円ショップのこのね土を使って再現しようと思います。じゃあこれ混ぜます。こんな感じです。はい、こんな感じで OK です。どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は100円ショップのアイテムだけでブルーベリー栽培に挑戦したいと思います。ブルーベリーを育ててみたいなと思っているけれども、いろんなものを揃えるのにお金がかかるからちょっと手が出せないなというふうに思っている方、ぜひ最後までご覧ください。今回は100円ショップで売っているものだけを使ってブルーベリーの育て方をご紹介します。では早速作業に移りましょう。はい、それでは100円ショップのものだけで育てるブルーベリー栽培で使う道具を紹介していきます。まず最初はこれにしましょう。ブルーベリーの苗木です。すいません、これはさすがに100円ショップでは売ってなかったです。近所のホームセンターで買いました。2つの品種ですね。で、なんで2つの品種かというと、ブルーベリーは2つの品種を一緒に育てないと実があんまりならない、受粉がうまくできないというふうに言われてます。なので2つの品種を買いました。同じタイプの品種を買うようにしてください。ブルーベリーは3つとか5つとかそれぐらいの大きなタイプに分けられます。で、そうすると違うタイプのものだと花が咲く時期が大きく違ってしまったりするので、できるだけ同じタイプで花が咲くタイミングは似た品種を選ぶのがおすすめです。いろんなタイプがあるんですが、ラビットアイというものが家庭菜園向けです。なのでハイブッシュとかいろいろあるんですが、ラビットアイというタイプを選ぶようにしてください。ただ今回私が植えるのはこのハイブッシュというタイプです。品種は左側がビッグスーパー、右側がビッグボーナスという品種です。こちらを植えます。ホームセンターで498円で売ってました。安いものだともっと小さければ298円とかで売ってる場合もあります。で、もっとね大きなものだと1000円ぐらいするものもあります。で、これぐらいの大きさだとまだ実をつけるのには早いんですが、あんまりそんなにね大きなこだわりとか内容だったらこれぐらいの大きさで実をつけてしまってもいいと思います。できるだけ木の成長を優先させたいという方はまだね花を摘んでしまって実をつけないようにしてください。でもまあ家庭菜園だったらそんなことねあんまり気にせずに実をつけてしまってもいいと思います。とりあえずねホームセンターに行ったらこういう苗が出るのでそれを買ってください。春か秋に植えつけるのがおすすめです。ホームセンターでもだいたいそれぐらいの時期に苗が出回ってます。はい、それから次は鉢に行きましょう。鉢もいろいろなサイズがありまして、一番端っこのこれはね100円で売ってました。ダイソーさんです。これ全部ダイソーさんなんですが、これ100円でした。これ200円、これも200円で、一番端の大きなものこれが300円です。はい、でね、ブルーベリーは最終的には大きくなるので、こういう300円ぐらいの大きな鉢で育てられるといいと思います。ただこれぐらいの小さな苗木だったらこのね100円の植木鉢かもっとね小さなものでもいいと思います。植物を育てる時の基本のルールは小さいものからちょっとずつこう植え替えていって大きくしていくっていうねルールがあります。で、ただブルーベリーの場合にはそれを無視していきなり大きなものに植えてしまった方が早く育つっていうねそういった方もいるので、この辺はねちょっとお好み次第ですね。どこで育てるのかで変えるといいかなと思います。広い庭とか広いベランダだったらこういうね大きな容器がおすすめです。狭いベランダとかスペースが限られている庭とかだったらできるだけね小さな鉢がいいんじゃないかなと思います。それからもちろんねホームセンターに売っている植木鉢でも育てられますし、庭に植え付けるということもできます。ただ私としては植木鉢がおすすめですね。移動もできますし、ブルーベリー栽培に適した環境を整えることができるからです。はい、じゃあ次は土を見ていきましょう。ブルーベリー栽培の場合ブルーベリーの土というのを使うのが一番楽です。ホームセンターで売ってます。ただ100円ショップではそれが売っていないので、そこに含まれているものと大体同じような土を100円ショップの
このね土を使って再現しようと思います。ブルーベリー栽培基本になるのはこのピートモスと鹿沼土というものです。これなんでかというとピートモスも鹿沼土も酸性寄りの土なんですね。 pH が低い土です。でこのブルーベリーという植物は pH が低い酸性の土の方がよく育つのでこの鹿沼土やピートモスが使われています。でこの鹿沼土とピートモスの違いすごくざっくり言うと鹿沼土は粒状になってます。でピートモスは粉っぽい感じです。ピートモスの方が保水性や保肥性が高いです。鹿沼土の方が排水性がいいです。それが非常に大きな違いです。なのでこの2種類を混ぜて使うことが多いです。でこの下にあるのがこちら観葉植物の土というふうに書いてあります。ただ中身はヤシ殻です。こちらが赤玉土です。これはですね弱酸性から中性ぐらいの土です。それから特徴としてはこの鹿沼土と赤玉土は似ていまして粒状です。なのである程度保水性があるんですがこちらのねピートモスと比べた場合水はけはいいです。でこちらヤシ殻の場合これも粉状なのでピートモスと似てます。ただピートモスと比べると保水性や保肥性はちょっと劣ります。だから この、ピートモスと鹿沼土赤玉土の中間ぐらいにあるイメージですね。はい。それからブルーベリーは品種によってこの酸性とか中性の育ちやすさっていうのが違ってまして、ハイブッシュとかだったらこの酸性寄りの方が育ちやすいというふうに言われてます。でラビットアイですと、弱酸性ぐらいでも育つというふうに言われてます。なのでその辺のタイプによってもこの赤玉土とかヤシ殻とかを混ぜる割合を変えられるといいかなと思います。でそれからですねこの腐葉土も使います。腐葉土が簡単なね、まあ、肥料代わりというか保水性とかいろんな効果があるのでこれもね混ぜます。すごくざっくりとしたイメージとしてはこの鹿沼土とピートモスを主体としてもらってこれでね土の7割から8割ぐらいを占めちゃうといいかなと思います。で比率としては、まあ、半々ぐらいかちょっと鹿沼土が多いぐらいでもいいと思います。でそこに赤玉土を混ぜたりとか腐葉土を混ぜていくという感じです。はい。じゃあ次はね、別のものこの辺のものも説明します。肥料からいこうかな。ホームセンターに行くとこういうねブルーベリーの肥料っていうのが売ってます。ただ100円ショップだとねまだ私は見たことがないです。でこのブルーベリーの肥料っていうのは窒素リン酸カリの割合が4対5対2です。はい。こういったものですね。でそれからマグネシウムも入っているというふうに書いてあります。で今回私はこの100円ショップの流状油かすを使います。はい。粒状なのでね非常に使いやすいです。でこの油かすは窒素リン酸カリの割合が5対2対1です。はい。なのでこのねブルーベリーの肥料とは、まあ、ちょっとは違うんですが私としてはですねこの窒素分がそんなに多くないこともあって非常に使いやすいと思ってます。普通の化成肥料だと窒素がね8とか10とかっていうものが多いんですがこれってね5しか入ってないので窒素が過剰になるっていう心配が少ないんですね。同じ量を与えた場合もちろんこれもね量をたくさん与えてしまうと良くないんですがこうどちらかというとゆっくり効くタイプのものなのでブルーベリーには合っているかなと思います。はい。それからブルーベリーを育てる場合には植木鉢のこの上の部分にこういうバークチップみたいなものとかヤシのチップとかそういったものを敷きます。そうすることで保水できたりとか雑草を防げたりとかコガネムシの幼虫が土の中に入ることを防げます。そういったためにね使います。これも100円ショップで売ってます。すごく便利ですよね。はい。それからさらにコガネムシの幼虫が入るのを防ぐ効果を高める方法としてこういうね防虫ネットを使う方法もあります。防虫ネットを使ってこの鉢のね上の部分を覆ってしまうことでコガネムシがもう絶対ね中に入らないようにするとそういった方法もあるので今回はこれもね試そうかなと思います。はい。ではこれからこのね植木鉢の中に土を入れて肥料を混ぜてそれからねこの苗の処理をして植え付けるとそういったことをやっていきます。じゃあ植え付けていきます。容器はどうしようかな。じゃあこれに植えていきます。まずは土をどんどん混ぜていきます。今回は使う容器が小さめなので鉢底石は使いません。すごく大きな容器だったら使ってもいいかなと思います。
じゃあこれ混ぜます。こんな感じです。はい、こんな感じにできました。じゃあここにちょっとだけ元肥を入れます。今回は一つまみぐらいにしておこうかな、まあ、2つまみぐらいパラパラとだけ入れました。じゃあこれを混ぜます。はい、混ざりました。じゃあこれを鉢に戻します。ちょっとまだ量が足りないのでヤシ殻も混ぜます。はい、こんな感じです。このヤシ殻の中にはパーライトも入ってます。あとで水やった時にかさが減らないようにちょっと押し固めておきます。はい、じゃあここに苗を植える用の穴を開けます。ちょっと土の量が多いので減らします。はい、こんぐらいで OK です。じゃあ同じことをこっちもやります。はい、準備できました。じゃあ次は苗の準備をします。はい、じゃあ今から苗の準備をします。ブルーベリーの苗はこの土を全部洗い落として根っこだけの状態にします。こうやってもう根っこがみっちり生えてたらもう手でほぐします。であとは水をかけます。はい、こんな感じにある程度落ちたら OK です。品種がわからなくならないようにこのラベルは必ず残しておきましょう。こちらも同じようにやります。はい、じゃあこれも OK です。はい、じゃあ植え付けていきます。穴を掘って植えます。あんまり深植えにならないようにしましょう。はい、この時に手でしっかりと押さえつけてください。それから100円ショップで売ってる園芸用の支柱を立ててこれをね固定しておくと倒れなくていいと思います。はい、じゃあこれで OK です。防虫ネットをねちょっとここに設置します。はい、今防虫ネットをこれぐらいの大きさに切りました。ここにねちょっと切れ目を入れます。はい、切れ目を入れました。じゃあこれでね株元をしっかりと防虫ネットでくるんでしまいます。はい、こんな風に全面を覆ってしまいます。でこの上にこのねチップをかぶせます。はい、こんな感じで OK です。じゃあ同じようにこっちも植えます。では次に水やりをします。最初は水をたっぷりあげましょう。すいません、ちょっと追加になっちゃいますが100円ショップに行くとこういう支柱が売っていてこういうビニールテープも売ってます。これを使って支柱を立てて固定しておきましょう。風が強くなければ別に大丈夫なんですが風が強いとこれが倒れてしまう恐れもあるのでこれで最初固定しておきます。根っこが生えたらこれは外しちゃって OK です。
この防虫ネットがあるので防虫ネットの隙間から入れましょう。はい、こんな感じで OK です。はい、というわけで今回は100円ショップのグッズだけでブルーベリーを育てる方法をご紹介しました。この後このブルーベリーは日当たりが良いところで管理してください。そうすると春に花を咲かせて初夏に実が収穫できます。これぐらいのサイズだったら本当はまだ花をつけない方がいいんですが、まあ、家庭菜園だったらやっぱりちょっと実がね食べたいと思うので花を残してしまってもいいと思います。それからブルーベリー栽培については他の動画でもこれから詳しく紹介していく予定です。ぜひブルーベリーの再生リストも合わせてご覧ください。100円ショップのグッズだけでもこんな風に簡単にブルーベリー栽培は始められますので、果樹栽培に挑戦したいと思っている方はぜひお試しください。それから今後のブルーベリーの管理についても別の動画で詳しく説明しますので、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。